それでは次に基本変形について説明していきます。前回、係数行列に関して拡大係数行列を変形するという表現を使いました。ここでは行列に対する基本変形について説明していきます。まず、行に関する基本変形ですが、行に関する基本変形は、または行,行基本変形、もしくは行変形などと記載している教科書もありますが、 次の3つのタイプに分かります。1つ目は、i 行に j 行の c 倍を加えるという操作です。ここで i と j は異なるものになっています。例えば1行目に1行目のマイナス1倍を加えてしまうと、1行目が消えてしまいます。これは方程式で言うと、方程式を捨てることにあたりますから、これは同値変形にはなりません。したがって i と j が異なるときに、 i 行に j 行の c 倍を加えるという操作が基本変形となります。連立一方程式を頭にイメージしながら考えてください。この変形はつまり、可逆である元に戻すことができるということです。例えば、12342468という係数、行列があったときに、1行目のマイナス2倍を2行目に加えることによって、2行目はすっかり0になってしまいます。このような変形が一つ目の基本変形です。 二つ目は、i 行と j 行を入れ替える。行の入れ替えをするということです。まあ、i と j が等しくても何も起こらないだけですから、別に等し,、えー、等しくないという条件はありませんが、まあ、意味があるのは、i と j が異なるときです。例えば、2行の行列の場合に、1行目と2行目,2行目を入れ替える。この操作はもちろん、もう一度入れ替えをすれば元に戻りますから、可逆な変形になります。例えば、このような行列の1行目と2行目を変形すると、右のような行列になります。 3つ目は、愛行を C 倍するというものです。C 倍、つまり定数倍するわけですが、この時定数はもちろん0であってはいけません。0倍してしまうと、その方程式がなくなってしまうわけですね。過逆な行列変形ではありません。消えてしまったものを復元させることはできませんので、0倍は禁止です。例えば、このような行列の2行目を3分の1倍すると、右のような行列になります。以上で行に関する基本変形の説明は終わりですが、 ちなみに、列に関する基本変形は同様に定めます。列に関する基本変形は、連立一方程式を解くときには使いませんが、線形代数における様々な理論の中で使うことがあります。列に関する基本変形も行と同様にできるようにしておいてください。それでは、クイズをやってみましょう。行列 A をこのようにしたときに、これに対して以下の行に関する基本変形を行いました。1、2、3の順に行ったというわけですね。 結果として正しいものを選べという問題です。ノートに行列を書いて、123の順に変形していってみましょう。変形した結果がこの中に含まれているはずです。それを探してみましょう。さあ、どうでしたかこの中にあったでしょうか正解は この行列ということになります。はい。では実際にこの変形をやってみることにしましょう。はい。それではまず最初に1行目と2行目を入れ替えてみましょう。はい。このようになります。次に1行目のマイナス3倍を2行目に加えてみるとどうなるでしょうか。1行目のマイナス3倍は3え、マイナス3、マイナス9、6、マイナス6ですから、これらを 2行目に加えればいいわけですね。そうするとこのようになります。最後に2行目の2倍を1行目に加えますから、マイナスゼ0、マイナス4、マイナス2、マイナス18を1行目に加えればこのようになります。